はい、じゃあですね、今日の最初のお話をさせていただきたいというふうに思います。また質問をまた新しくいただきましたので、またそれにもお答えしたいなというふうに思っています。それではですね、今日はこれまた皆さんがよく知っている言葉からお話をしたいと思いますが、マルコによる福音書の7章の25節から29節までですね、読みたいというふうに思います。じゃあ読みます。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェケニアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えていった。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。広報訳では、スロの女と言われているこの女性についてですの、お話なんですけれども、イエス様はもちろんユダヤ人であります。ですから、ほぼその生涯をユダヤ人が住んでいるところですね、その居住地であったパレスチナで過ごされましたけれど、実際はイエス様の教えといいましょうか、イエス様がこの地上においでになったのはユダヤ人のためだけではなくて、これはもう全人類のためであることを私たちは知っていますね。で、時々日本でこうして伝道していますと、多くの日本人の方たちはキリスト教が大体ヨーロッパから来たので、これはヨーロッパの宗教だというふうにお考えになる方が多いんですけれども、実際はイエス・キリストはこれは全人類のためにおいでになった。ユダヤ人のためだけではなく、外国人のためにも、そしてまた広くですね、全ての人のためにおいでになったんだと思いますね。でも今日この箇所で珍しくですね、イエス様が外国の女性と語っていらっしゃる、その場面からですね、一緒に考えてみたいわけですね。で、イエスはこの時ですね、フェニキアのツロという町におられたとあります。そしてイエス様はですね、このユダヤ人の住むパレスチナの外に出られたのはこの時1回だけなんだそうですね。するとその地に住んでおりますギリシャ人がの女がやってきまして、自分の娘が悪霊に取り憑かれているので、なんとかこの彼女を救ってほしい、こう嘆願したとありますね。ところがイエスはこう答えられたとあるわけです。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことですと。つまりイエス様はですね、自分の民族であるユダヤ人を自分の子供と呼び、外国人である彼女を、子犬というふうに呼ばれたわけですね。そして、自分の力はもう子供であるユダヤ人のためには使うけれども、子犬のような外国人のために使うわけにはいかないんだ、こういうふうにおっしゃった。で、これはとてもイエス様にしては珍しく、そしてまたどこか偏見に満ちた言葉だなとふと思ってしまいますが、いずれにしてもイエス様はそういうふうに言って、このツロの女との会話を進めていかれたわけですね。何かイエス様には深い意図があったんだろうというふうに思います。ところがですね、非常に跳ねつけられるようなイエス様の言葉であったのにもかかわらず、
この女はですね、こう答えたとあります。主よ、その通りです。私は本当にあなたがおっしゃるように、子犬にすぎません。しかしながら、食卓の下の子犬でも、子供たちのパンくずをいただくではありませんか、というふうに答えた。それを聞いてイエス様は非常にびっくりなさったわけですね。そしておっしゃいました。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出ていきました。で、マタイによる福音書では、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにというふうに、この鶴の女の返事に対して非常に大きな感動を覚えられた様子が描かれていますね。で、イエス様がこの鶴の女の信仰に非常に感動されたのは、心を動かされたのはですね、どうしてだろうというふうに、まあ、思うわけですね。で、聖書の中でイエス様が本当に信仰を称賛なさった人というのはそうたくさんはいません。一人はこの女性ですね、あなたの信仰は立派ですとおっしゃいました。で、もう一人はですね、あのローマの百人隊長ですね、皆さん覚えていると思いますが、僕は驚くんですけど、いずれもですね、イエス様がその信仰において非常に驚嘆し、その信仰を称賛なさったのは、いずれも外国人であったということです。言い換えれば、彼らの中には聖書の知識もない、背景もないですね。本当に、この当時のですね、いわゆる聖書の信仰、そうしたものも何もないですね。ユダヤの宗教についても無知である、まあ、そういうような人であったのにもかかわらず、あの彼らの中に非常に優れた信仰をご覧になったわけです。で、僕はまあここでちょっとごめんなさい、で、まあ、そこで、まあ、思ったんですけどね、ひょっとしたら現代においても同じようなことがあるいはしないかと思うんですね。で、いわゆるキリスト教的な背景が何にもない、そういう人の中にイエス様が驚嘆なさるような素晴らしい信仰があるということもあるのではないかということですね。言い換えれば、私たちが信仰を持つために、例えば十分なる、なんて言いましょう、聖書勉強がなければなりませんとか、教会生活がなければなりませんとか、そういったことを我々は言いますが、案外ですね、イエス・キリストを知る信仰というのは何の背景もなくて、突然イエス様に出会って、そこでイエス様に感動して救われるということもたくさんあるんじゃないかと思います。で、実際僕自身がそうでしたね。で、僕はもう16歳の時にクリスチャンになったんですが、その宣教師に会う以前に教会に行ったこともなければ、聖書を見たことさえありませんでした。でも、あの宣教師に出会ったその日に自分の心は奪われましたね。そしてもう自分が真剣にその神様と向き合ったのは、もうあっという間の出来事だったんですよね。ですから、そういう意味では、あのイエス様の時代にもイエス様が非常に感動なさったのは、必ずしもユダヤ人ではなくて、そういうようなこのユダヤ教の知識や、あるいは儀式やそうしたもののものが何もない、背景が何もない外国人がこうしてイエス様と出会い、驚くべき信仰を持ったということは、まあ日本の社会で伝道していくのに非常に励ましだなというふうに思います。私たちの周りにいる人たちもほとんど聖書の背景がありません。にもかかわらず、彼らの中にですね、本当にあっという間に神様に対して、イエス様に対して感動できるような信仰っていうのはあり得るんだというふうに思いますね。まあそういうことをですね、まあこの女性は教えてくれるなと思いましたね。でも、まずですね、この女性はなぜイエス様のもとに行ったのかということをですね、見てみますとですね、彼女について聖書は、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女と書かれていますね。
で、言い換えれば、彼女の娘さんが悪霊に疲れておった。そして、いつもそのことで悩まされておったわけですね。で、そういう苦しんでいる娘の姿を見て、誰か助けてくれないか。そう思ってですね、イエス様のことを聞いてそこへ走っていったとあります。で、そこで彼女をですね、このイエス様のところに力強く導いたものは何であったかというと、これは彼女の家庭の中にあった不幸です。で、僕はやっぱり思いますね。私たちは不幸というものを嫌いますが、しかししばしば不幸はそうでなければ決して得なかったであろう幸いへと私たちを導くということがあるんではないかと思いますね。まあ、私の場合も本当にそうでした。で、不幸が私をイエス様のもとへ導いたと言えると思います。まあ、家が貧しくて、大学進学を諦めなければならなかったんですね。そのために、この費用のかからない、この電波高校、電気の学校へ行った。でも行ってすぐにですね、その勉強が自分に合ってないことが分かって、失敗だと分かってですね、非常に悔やんだんですね。しかし、後戻りはできない。まあ、後悔しましたけれども、ですね、そこにいるより他ない。まあ、それで僕はなんとなく将来が真っ暗になったですね。でも、それは今考えると、不幸だったかというと、不幸ではなかった。もしそのことがなかったならば、僕は決してですね、この宣教師と会って、そして宣教師を通してキリスト教に触れるということはなかっただろうと思いますね。ですから、案外我々の人生を振り返りますと、まあ、自分の好まない出来事がいくつかですね、起こる。でもそうしたことは、みんな何か意味があって、神様が我々に働きかけておいでになるんだろうなというふうに思いますね。まあ、こうしてですね、ツロの女も第一番目に、もしこの自分の娘に不幸がなかったならば、イエス様を真剣に求めることはなかっただろうと思います。ですから、私たちもですね、自分の人生に起こってくる否定的な事柄、あるいは不幸と呼ばれるような事柄、あるいは試練と思われるような事柄っていうのは、とても深い意味があるんだなということをですね、まあ、一つお考えになっていいかもしれませんね。で、第二番目にですね、で、このイエス様のところへ、この行きました。そして真剣に、なんとか我が子を癒してほしい、こういうふうに思ったですね。そして彼女はもう熱心に、このイエス様を求めて、イエス様にすがろうとしたわけですね。普通であれば、これだけの熱意とですね、すがる思いを持ってイエス様のところに行けば、これはもう神様は求めるものには必ず答えてくださるに違いないと、我らは思うんですけれども、彼女の場合にはですね、せっかくここまで来て、イエス様を見つけて、イエス様にですね、嘆願して、そしてこの方ならば、きっとこの自分の娘を癒してくださるに違いない、というふうに思っていました。そしてイエス様の優しさをですね、疑いはしなかった。ところがですね、それに対して、まあ、イエス様は必ずしも積極的でない反応を示されたわけですね。これはですね、びっくりでしたね。で、つまり、彼女がそうやってきますと、するとですね、この、という言葉を持って、イエス様はある返事をなさったわけですね。ですから、するとイエスは言われたとあります。で、その言葉がとてもひどい言葉だったんですよね。言い換えれば、私はですね、この子供であるユダヤ人のために来たんであって、子犬のような外国人のために来たんじゃないんだって、こういう大変失礼な言い方をなさったわけですね。まあ、彼女はなんとひどい言葉だというふうに思ったと思いますね。そしてこの時、イエス様に対する信頼を失うということもできたと思います。そしてその言葉に傷ついてですね、じゃあもう結構ですと直ちにその場を立ち去ることもできただろうというふうに思うんですね。で、まあ、そういうような一つのですね、立ちはだかるものは、まあ、これね、なんて言いましょうか、まあ、時々、
まあ、僕たちも誤解していると思いますが、ある人が本当に誠実に一生懸命神様を求めている。ですから僕たちはもうぜひとも神様がその人に、この答えてくださって、そしてその人の願いが聞かれたらいいなと思いながら誤解しますけれども、時々神様がそうでない反応を示される時が、でどうしてというように思うことがありますよね。まあ、我々の人生にはそういうですね、まあ、するとというようなものがあるわけですね。でその時に我々はどうするかということです。つまり私たちが先へ進もう、この信仰を持って前に進もうと思う時にですね、その心をくじくものが我々にもあります。で僕はですね、宣教師と出会って非常に心を惹かれて、そしてまたこの宣教師が信じている神様を信じてこれからも歩んでいきたいというような思いで心がまあいっぱいであったんですね。まあその教会が始まったばかりの教会ですから、信徒の方はたくさんいなかった。でいたのは宣教師と本当に数人でしたから、僕は非常に個人的にその宣教師を通して、この御言葉を学んでおったんですね。そしたらしばらくしてですね、クリスチャンの修行会があるから来ませんかとその宣教師から言われました。で僕はもう宣教師の言葉は全部、ね、僕にとっては素晴らしかったので、いいですよとこういうふうに言ったんですね。そしてその修行会に行きました。でその宣教師はですね、この僕の小さな田舎の町に来る前にいくつかの町で伝道していましたので、もうすでに他のところにいくつかの教会があって、クリスチャンの方たちが、まあ、大勢いたんだと思いますね。それで修行会というと、そういう他の教会の方々が来られる、そしてその修行会にあなたも来ませんかと僕は誘われたわけですね。それで、僕はこう行きました。でそしたらですね、そこへ行ったら途端に不安になった。なぜかというと、僕の知っている人はもう宣教師以外に誰もいませんですね。そこに何人かのですね、まあ数十人のクリスチャンの方たちが集まっているんですけども、何だか賛美歌を歌い、そしてまた熱心に祈る人々の姿が、どうもこれまで自分が経験したことのない、まあ、異様な宗教的な集団のように思われたんですね。それで僕はだん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 この修行会に来たことをね、後悔し始めました。そして自分の心の中で思ったんですね。私はあまりにもですね、この知らない世界に入りすぎてるんじゃないかと思ったんです。で、自分が今まで知っていた家族やあるいは友人の世界とは全く違う、何かこう信仰的な情熱に燃えているような一つの集団の中にいることに、僕は非常な違和感を感じ始めましたね。そしてみんなが参加していても、僕はずっと後ろに座って何かこう傍観しているというような感じだったんですね。それで僕は心の中で思いました。今ならまだ戻れると思ったんですよ。だからどうしようとこういうふうに迷っておったんですね。するとですね、心の中に声が聞こえましたですね。イエス様があたかも自分に語っているように思ったんですが、その時イエス様が静かにね、大丈夫とおっしゃったんですよ。ね、そして私だ、これは全部私なんだ、恐れないでついてきなさいって言われたんですね。でその時に再び最初宣教師に出会った時に感じた、イエス様というお方をもう一度僕は思い起こすことができた。それで、その時、ね、ここで起こっているクリスチャンたちの集団の賛美であれ、祈りであれ、熱心さであれ、それには違和感を感じたけれどもですね、イエス様は大丈夫だ、これは私だとおっしゃるのを聞いてですね、急に不安が取り去られたことを覚えていますね。でそれで先に進むことになったわけです。で、まあ、僕が言いたいことはどういうことかというと、あの時本当に宣教師と最初出会って燃えるような思いを持っていたのに、時々それをつまずかせるようなものがあるということです。で、その時なお我らはどうするかということが
やっぱ問われている。ですから信仰というのはそういうふうにしばしば障害を乗り越えながら行くんだろうなというふうに思いますね。でもう一つですね、で僕は16歳の時にクリスチャンになったんですね。そしてその宣教師は僕のためにたくさんの時間を使ってくれましたので、宣教師に対する信頼は絶大でした。ところが数ヶ月もしないうちにその宣教師はカナダに帰ることになったんですね。でそれで、この見送りに行きました。そうすると先ほども言ったように、あの収容館に来ていた多くの人々は僕より以前にその宣教師を親しくしていた人たちですね。その人たちはみんな見送りに来ていたわけです。でそれですから僕は見送りに行ってもその宣教師はそういう方々に、ね、このお別れの挨拶をするのにとても忙しくしているので、とても僕はですねその宣教師と個人的に語り合うという時間は持てそうにありませんでした。それで僕はあのどこかにの隅で静かにですね、このなんて言いましょう、みんなが見送る様子を見ていました。でその中にですね、僕よりずっと前によその教会でクリスチャンになってその宣教師として導かれた人だと思うんですけれども、長い、まあ、中学校の時から来ているクリスチャンでしたね。でその人が、まあ、同じ高校生で僕の先輩だったんですけど、その時はですね、そうすると、まあ、あのその高校生に向かってその宣教師が言ったんですね、あの何々さん、あなたの写真を撮りたいからそこに立ってくださいとその宣教師がその高校生に言ったんですね。そうするとその高校生の先輩は一年上の人でしたけど、とても優しい人だったので、米村君、一緒に撮ってもらおうよって僕をですね招き入れてくれたんですね。それで僕は嬉しそうに彼の隣に立ったら、その宣教師が言いました、あの米村さんはいいですって言ったんですね。 ですからあのその高校生、ね、先輩の高校生の一人の写真を撮りたいからとこういうふうに言われたの で僕はですねきっと一人ずつ撮るのかなと思ったんですね。それで僕はそこから離れました。でその後宣教師は僕の写真も撮るのかなと思ったら何も声をかけてくれなかったんですね。で僕はその時16歳のまだですね高校生ですが、ちょっとですねなんとなく傷つくような気持ちになったんですね。でもね、あのそのことを通して神様はふっと僕に教えました。何を教えたか、どんな人も愛しすぎることは危険なことですよと教えてくれたんです。あなたの心を満たすのは人ではありません、私ですというふうに神様は僕の心に語ってくださった。で僕はですねその時初めてですね、あのそれまではあまりにもその宣教師依存であったんですね。で宣教師と共にいることがあたかもキリスト教の全部であった。それに対してですねふっとあの神様は僕をそこから引き離して、そして一人になることを与えられたわけですよね。でそれは僕にとっては非常に大きな教訓でですね、つまり人を愛しすぎたり人に過度の期待を寄せたりするのは危険なことなんだ、本当の意味で自分の心を満たしてくれるのは神様だけなんだということを教えてくれたんですね。その瞬間にですね、で僕の心は神様の深い慰めで、まあ、満たされましたですね。ですから、まあ、ある意味でその宣教師は意図的にそれをしたのではなかったと思いますけれども、でその経験はあの僕の心をですねあの神様の方向に向かわせ、そして神様をさらに求めるという方向に導いてくれたんですね。つまりたった一人で、そして神と共にあるということの尊厳と言いましょうか、その栄光をですね僕はその時体験させていただいたなと思います。ですから皆さんですね、我々の信仰過程でせっかく私たちは前進しようと思う時にふっとですねそれをつまずかせるような事柄っていうのは我々の信仰生活の中で時々あるんです。でもそれはですねみんな僕らを飛躍させるためです。である意味でこの鶴の女の場合もそうだったと思います。このイエス様はですね自分の期待通りのことを知ってあるに違いない、
そういうような思いで熱烈な感情を持ってイエス様のところに来ましたよね。そして私の娘は悪霊に疲れています、どうか癒してくださいと、こういうふうに、言ったですね。すぐにイエス様はそれに答えてくださるだろうとその女は思っていたところがですね、イエスはですね、まず子供たちにですねを満腹させなければなりません、ね、子供たちのパンを取り上げて子犬にあげているのは良くないことですという思いがけない言葉を聞きました。そして自分のことを子犬と呼ばれるですね。そして子供にあげるパンを子犬にあげるわけにはいかないんだと、こういうふうに言われたときにとてもつまずきそうになっただろうというふうに思うんですね。で、しかしながら彼女はそこを見事に乗り越えましたね。で、何と言って答えたかというとですね、おっしゃるように私は子犬であって子供ではありません、だから私のようなものにやるパンなどないのだとあなたはおっしゃいます。でも、こういうのでも食卓から落ちたパンくずはいただくではありませんかというふうに、答えたわけですね。この答えにですね、イエス様はとても驚かれました。なんと、吉に飛んだ言葉ではないかというふうに思われたんですね。確かにイエス様ですって思ったと思います。彼女の言う通りだとイエス様だと思われたと思いますよ。ですね、このパンは確かに子供のためであるけども、子供がですね、食べながら落としてしまうパンくずもあるだろう。というのは確かにパンくずを食べることはできるではないか。彼女の言っていることはもっともだと思われたと思いますね。そこで、イエス様はですね、言われたんです。帰りなさい。あなたの娘はすでに癒されましたと言って、あなたの信仰はなんと見上げたものだというふうにおっしゃったですね。おそらく僕は思うんですけども、このツロの女がですね、傷ついたりですね、憤慨したりしないで自分を非常に謙遜にして、そうです、私は子犬ですいません、でも子犬はね、子供が落としたパンくずを一切いただくことができるではありませんかというような言葉を言った時にはね、僕はイエス様ってね、うまいことを言うなと思われたんじゃないかと思うんです。実にピシに飛んだ言葉だ。で、そういうようなピシに飛んだ言葉をですね、どうして彼女が発することができたか。これは彼女が謙遜だったからだと思います。つまり、犬と呼ばれても、彼女は傷つきません。いや、むしろそれをですね、笑って受け入れるだけの謙遜さが彼女にあったんだと思います。イエス様はですね、その謙遜の中から生まれた実に奇跡に富んだ言葉、そしてユーモアの言葉で、それにとても感動なさったんだというふうに思いますね。ですから、そういう意味でですね、この何と言いましょうか、ツロの女の中にはですね、この何と言いましょう、イエス様を驚かすようなこの言葉を発することができて、その言葉を聞いてイエス様はやや微笑みながらですね、この彼女の願いに応えてあげたい、いやいや全く彼女の信仰は驚くべきものだというふうに思われたんだと思います。で、そこで僕はですね、皆さんにこういう口に込んだ言葉、人生にはですね、何か人から嫌なことを言われてすぐに傷ついて怒ってしまうのではなくて、それをこの鶴の女のように上手に乗り越えていく力、これをですね、一つの自分を笑うことができる力って言いましょうか。自分の不幸さえも笑うことができる力、これをユーモアというんですね。これはとても大事だと思います。で、実は、英語にユーモアという言葉がありますけど、これね、日本語に訳することができない。残念ながらないんですよ。でもね、ジョークという言葉がありますね。それは冗談というふうに訳することができるんですけど、ユーモアはそうじゃない。で、冗談は、悪い冗談はいいことではありませんね。でも、ユーモアは常にですね、僕たちの心を癒してくれます。で、そういう、いわば、
自分を笑う力っていうのは人間を強くしていくんだなというふうに思いますね。で、例えば僕はですね、中学生に、この英語を教えていたときに、その中学生の英語の教科書に English Humor という題の文章があったんですね。非常に、シンプルなこの物語なんですけども、そこでこういうような話が書いてありましたね。で、ロンドンの街が戦争中、第二次世界大戦でですね、もうドイツの空爆で非常に激しく破壊された日でしたですね。一人の客がある店にやってきました。ところが店のショーウィンドウも入り口のドアのガラスももう爆弾でもう割れてしまっていますね。ひどいありさまを見てですね、そのお客は店の主人に尋ねました、ね、今日は店は開いているでしょうかというふうに聞くんですね。だってこんなひどいありさまでしょ、でもう、ね、窓ガラスも割れてるでしょ、ショーウィンドウも割れてるでしょ、ですからせっかく買い物に来たんだけど店は開いてるんでしょうかというふうに心配そうに聞いたんですね。するとその主人はこう答えたそうです。ご覧の通り、いつもよりもっと開いてますよ。これがですね、このイギリス人のユーモアな、つまり自分の悲しみやですね、苦しみを外から眺めて笑う。で、このユーモアがですね、何をもたらすかというと、地上のものからですね、本当に自由にされる一つの心、そういうものをですね、パニックから救う心っていうのを与えるんだろうなというふうに思いますね。鶴の女に会ったのはですね、お前は犬だと言われて、それで傷ついてしまうんじゃなくて、そうなんです、犬にすぎませんと自分を笑える力。これはやっぱりイエス様を感動させたんだと思います。で、こういうように自分を笑うということは、これは謙遜な心から生まれてくるんだというふうに思うんですね。で、そこで、バークレーっていう人がですね、3つの笑いについて質問をしましたですね。第一はですね、あなたは、ね、人に笑いを与えることができますか？これはね、素晴らしいことなんだそうです。その人に会うだけで幸福を感じるような明るい人もいれば、冷たい水のように会っただけでひんやりする人もいるものです。しかし、笑いを生み出す人は、これは神の仕事をしている人だというふうに、このバークレーは言いましたけれども、笑いというのはですね、これはクリスチャン生活の中でとても大切なことだというふうに思いますね。で、第2番目にですね、人があなたを笑っても平気でいられますかと聞いています。いかがですか？笑われるとですね、もうすぐに腹を立ててその場を去る人がいますね。でもその人はきっと自分をあまりにも大切にしすぎるんだと思います。ですから謙遜な人はですね、人から笑われても逆にまたそういう自分を笑うだけの力があるんですね。これはですね、その人を強く生かしめてくれますね。で、第3番目に、あなたは自分を笑うことができますか？いろんな意味で人生における最大の賜物はですね、これは自分を笑う、自分に起こった不幸を笑うという能力なんではないかというふうに思いますね。ですから僕は、まあ、鶴の女の話を読みながら、彼女の強さ、そしてまたイエス様が感動なさったのは、彼女自身が自分を笑う力を持っていたからだ。こういうのと言われて、こういうのに過ぎませんと言える力ですね。それはすごい力を彼女は持っていた。それにイエス様はとても感動なさったのではないかと思います。皆さん、そういう意味でですね、もう一度クリスチャンとユーモアというようなことについてですね、時々お考えになってみてはどうかというふうに思いまして、ある人が言いました。ユーモアとは何か、定義は何かにもかかわらず笑うということなんだそうです。いろんなことがあっても、それでもですね、この機嫌よく笑っていく、でこれが周りの人を癒していきますね。で、こんなことがありました。この教会がですね、新築された時ですね、僕たち家族はですね、この新しく建てられた教会堂の2階に住むことになりました。その時長男は中学生、そして妹は小学生でしたけれども、引っ越しをした翌朝、
僕はですね、父親らしく彼らに訓示を述べたんですね。で、こんな綺麗な家に住まわせていただくことになったんだから、汚したり傷つけたりしないように大切に扱ってほしいと、朝ですね、子供たちに訓示を述べました。で、そして彼ら、はい、わかりましたというような顔をしておりましたね。そして翌日ですね、最初の朝食をすることになりました。すると長男がですね、お父さん、目玉焼きを食べたいんだけど、自分で作ってもいいかなって聞いたの。ああ、いいよ、自分で作るんだったら、いいよってこういうふうに言ったんですね。すると、彼はもう喜んでですね、料理をして出来上がったものをですね、この目玉焼きを皿に乗せようと、こういうふうにしましたね。で、その時彼は言ったんですよ。ね、この目玉焼きをちゃんと皿の上に乗せなきゃ、床に落とさないようにしなくちゃ。そんなことをしてこのカーペットを最初に汚す人は不幸だろうなと言いました。想像しただけでもその人が気の毒になるよ、あれは言ったんですね。でも我が家で誰が一体そんな人になるんだろう、僕でないことをひたすら祈るばかりだと彼が独り言を言うんですね。でそれを聞きながら僕は言いました。そうだよ、だからそんな気の毒な人にならないようにせいぜい気をつけるんだなと僕は言ったんですね。その時一瞬にですね、小さな叫び声を彼が上げました。あ、お父さん、僕がその人になってしまったって言うんですよね。冗談だと思ってみますとですね、見るとですね、もう床にもうカーペット、もう新品のカーペットの上に、ね、油と黄身を入り混じったものがべったりとですね、床に落ちてるじゃありませんか。あまりの滑稽さにですね、妻も私もどう反応していいかわからなかったんですね。怒るべきか、それとも笑うべきかって、ね、一瞬迷った後にですね、もう僕の妻もとにかく笑ったんです。大声で笑ったんですね。で笑いはですね、極度の緊張からですね、息子を解放しました。同時にですね、私の心を怒りから解放し、そして物への執着から解放しましたね。ですからその時笑ったことはですね、本当に息子の心を傷つけなくてよかったというのは、その時僕が怒り狂って怒ったならばですね、彼はですね本当に心に傷を受けたかもしれないですね。ですから笑いというものはいろんな意味でですね、緊張をほぐしていきますですね。あるいは怒りをですね解放してしまいますね。ユーモアというのはにもかかわらず笑うことであると、デーケン教授は言いましたけれども、本当に傷ついた人たちはですね、いつもですね、この傷から自分を癒すためにたくさんのユーモアというものを作っていったんだというふうに思いますね。ですからどうぞクリスチャン生活の中でユーモアというものが私たちのクリスチャン生活の成長、あるいは人と人との関係をとても豊かにしていくものだということをですね、まあ、皆さん、この鶴の女の岸に飛んだ言葉を通して、考えていただきたいなというふうに思いますね。でもう一つ、まあ、ユーモアについて、実はですね、僕そういうようなものに関心を持ち始めたときに、宮田光雄ってこの人はとても東北大学の政治学の教授なんですけども、もちろん立派なクリスチャンですね。でこの人がなんとキリスト教と笑いという題で本を書いているって、僕はですね早速それを読んでみましたね。そうしますとやっぱり笑いがいかにこの人間関係を癒していくのか、ユーモアがいかに大事であるか、そしてイエス様は笑っただろうかという問いかけをしています。そしておそらくイエス様は実にユーモアに富んだ方だったに違いない。あのザーカイの物語がそれをよく表しているのではないかというふうにですね、この書かれていて、納得しましたね。で彼はその中にいくつかのユーモアを紹介しています。一つ皆さんにもこれを紹介して終わりたいと思いますがですね、これはこの東ヨーロッパですが、その頃まだ共産主義やいろんなものにこの何ていうの支配されていた東ヨーロッパのこの上州からの一つの紹介でしたね。こんな話です。スターリン、まあ、皆さんご存知です。かつてのロシア、ソビエトの独裁者ですね。スターリンが死んだ時に
クレムリンの鐘が鳴った。クレムリンに電話がかかって、どうして鐘が鳴っているのかと問い合わせが来た。クレムリンの当職者は、スターリンが死んだからだと答えた。で、しばらくすると、また同じ声で同じ問い合わせがあった。で、当職者は親切に、鐘が鳴っているのはスターリンが死んだからですよと返事をした。その後も同じ声の主がひっきりなしに電話をしてきて、どうして鐘が鳴ってるんですかと聞く。スターリンが死んだからですと何度も何度もですね、この返事をしました。そうしたらまたその人は同じ質問を繰り返してきました。親切に答えていた当職者もついに怒って取り返しました。もう20回も同じ質問に答えている。スターリンは死んだんだ。一体どういうつもりで同じ質問を繰り返すんだ。すると電話の主は言ったそうです。何遍聞いてもいいものです。わかりますか？笑い。つまりですね、この人たちは本当に弱者はですね、そのことで抑圧されていたので、こういうようなユーモアを通して自分の傷を癒していったんだというようなことをね、言っていますね。つまりユーモアには常に弱者への深い同情があります。僕は鶴の女はある意味で弱者でしたね。ですから、ある意味でイエス様はですね、この鶴の女に、まあ何と言いましょうか、試されたと言っていいでしょうね。彼女の心がどんな心であるか。それで、ある意味で彼女が傷つくような表現をあえてイエス様はなさったんですね。私に癒してくれというのか、でも私の力は外国人には使えない。犬のような外国人には使えない。私の力はこの私の子供であるユダヤ人のためしか使えない。なんてひどい言葉だろう。こういうふうに思ったときに、この鶴の女はですね、むしろですね、自分を洗い、そうです。私は犬にすぎません。しかし、子犬はですね、食卓から落ちた乾物を拾うことができますという、実にこの岸にいた、そしてユーモアにあふれた言葉を語ったときに、イエスは驚くべき感動をなさった。そして彼女のもちろん祈り、申し出に対して喜んでお答えになった。それは彼がこんな信仰を私は見たことがないというふうにですね、おっしゃったということが、まあ、ここに書かれているときに、我々もまた本当にイエス様から豊かなものをいただいていくためには、本当に、謙遜といいましょうか、あるいは自分を笑うということが大事なのかなと思いますね。だって皆さん、この人生で、私たちを傷つけるような環境や状況っていうのはたくさんあるんじゃありませんか。時には自分だけのけ者にされるようなですね、卑屈になりたいようなこのことがある人から自分に向けて行われるということだってたくさん経験します。そんな時にいちいち傷ついていきますか、それとも自分を笑いながら行くだろうか。そこにですね、自分を笑うところに皆さん私たちの本当の力っていうものが発揮されていくんではないかというふうに思います。ぜひ鶴の女のことをですね、傷つきそうな言葉を人から吐かれて、もうダメだと思いそうになるときに、鶴の女をですね、思い起こしていただきましたい。そして、彼女のように答えるならば、イエス様を感動させることができるんだということをですね、思い起こしていただきたいなというふうに思います。今日は、まあ、そういうわけで鶴の女について、考えさせていただきました。じゃあお祈りをしたいと思います。天の父なる神様、私たちの人生には時々傷つくような言葉を受ける時があります。でも私どもそれによって潰されるのではなくて、この鶴の女のように岸に飛んだ、そしてユーモアにあふれた言葉を持って、この打ち勝っていくことができるように私どもを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それではですね、一応これで、最初の授業は終わりますが、で質問にお答えしたいと思いますね。はい。
で、まあ、順番に答えていきましょうかね。昨日いただいた質問、その前のもちょっと残ってますけども、で最初の質問は、読む本で一番印象に残っている本は何ですかっていう質問がありましたので、お答えしたいと思いますが、でこれを映りますか。はい、幸福論という本がありますね。はい、でこの本の終わりに、これは読めないと思うけど、はい、私を書いた実冊の本っていうのを書いてます。実冊本を挙げていますね。でそれを読まれると、大体僕が若い頃にどういう本を読みながら、そして、そういう本を通してどんなことを教えられてきたかということが書かれていますので、もし関心のある方はですね、どんな本が一番印象に残っていますかと、こういうふうに聞かれたら、まあ、実冊の本をまずお読みになっていただきたいと思いますね。その中であえて一冊というふうに言うならば、で僕はご存知かな、夜と霧という本は読まれた方ありますか。アーシュビッツの収容所の話で、フランクルという人が書いた本ですね。で僕はこれはすごく僕に、まあ、この冒頭に紹介、夜と霧ですね、フランクルの本ですけど、この本は20世紀の最も重要な書物の一つだと言われている。聖書の次に影響を受けた本は何かと問われるなら、私もこの本を挙げることだろうと書いてますから、まずどの本ですかって言ったら、このその中の何が自分の心を打ったのかっていうとですね、アウシュビッツの中での収容所の中で、フランクルは本当に絶望的な状況の中にありましたよね。もうその中で彼自身が希望というものを生み出すことがほとんどないですね。そしておそらくですね、この自分に残された人生はそうたくさんはもうないだろうですね。でそういうような、なぜこんな過酷の中に我々はいなければならないのかという問いかけ、人生の意味を問いました。そしてその中で彼が発見した言葉がある、考えがあります。それをこう表現しました。人生から何を我々はまだ期待できるかが問題ではない、むしろ人生が何を我々から期待しているかが問題なのである。これによって彼はですね、自分の置かれた境遇から一変して希望を持つようになるんですね。要するに人生の意味というのは何かというと、つい我々は人生の喜びと意味は自分の願いが応えられることだと思います。そうですね、自分の願い通りになること。ですから我々は神様に祈ります。こうしてください、こうしてください、あれをしてください、それが応えられることが自分の喜びだと思いますね。でも人生の意味は自分の願いが一つ一つ答えられることにあるのではないとこの人は言うんです。そうではなくて、むしろ人生の意味は神様の方が我々に期待なさっているんだ、あることを、その神様の期待に応えていくということが人生の大きな意味なんだ。これは僕の人生をひっくり返しましたですね。ですから皆さんですね、皆さんがこの地上に生まれてきたのは神様の期待があるからです。神様は日々皆さん何かを期待なさっています。その期待に応えていくことが人生の意味だ。これはもうぜひ皆さんですね、この本を読んでいただいて考えていただきたいな。でおそらくこの言葉の意味もですね、このフランクルはどこから得たか、これ呼ぶ気から得たに違いないと思います。で呼ぶという人はまさにそういう発想においてこの命を得た人であったのではないかなというふうに思うんですね。ですから最初の質問は、世の本で一番印象に残っている本は何ですかと問われるならば、まあ、夜と霧を挙げたらいいかなと思いますね。で第2番目の質問ですね、まあ、せんだって僕は外から入って人を汚すことのできるものは何もありませんという言葉からお話をしました。でそこで、外から入って汚すものは何もないとおっしゃっていますが、例えば悪霊やあるいはそういったものに関しては
このどのように考えておられますかという質問ですね。僕はですね、この悪霊や霊的なもの、これは外側から来るものではないと思います。これも内側の問題ですから、当然、じゃあ内側の問題をどうやって解決するか。内側の問題は外側のものによっては解決できません。例えば悪霊の問題とか心の悪しき思い、さまざまなですね、自分の心の中の思いをどうやって自分は解決したらいいか。これはですね、宗教的な儀式を行うことによって解決しません。あるいはですね、100回祈れば解決できるかできないですね。そういうようなものによってではなくて、これはやっぱり内面の問題は内面によって解決するよりはないと思います。ですから、この前も話したように、さまざまな悪しき思いですね、そういうものから我々が解放される唯一の道は、これはイエス様を仰ぎ見る以外にないだろうと思います。で、なぜなら命はイエス様にしかありませんから。ですから、イエス様から新しい命をいただいて、それを駆逐するよりほかないんだと。自分の力でもできない。あるいは立法や、あるいは宗教的な、この、なんて言いましょうかね、儀式を守ることによってもできません。断食によっても無理かもしれません。むしろ内面的にイエス様によってやっていただくよりかないんだと思うんですね。まあ、それでよろしいですか ?2 番目ですね。そして、3番目、の質問ですね。その中にはいくつかあります。御言葉の黙想と解き明かしはどのようにされていますか?先生のメッセージが簡単だけど深い内容だなと感じますが、そのためにされていることはありますか？愛することに対して大きく成長したり悟ったようなご経験がありますか？とありますので、まあ、1番と2番は後で答えるとして、3番目に愛すること、つまり神様を愛する、自分を愛する、隣人を愛するということに対して大きく成長したり悟ったようなご経験がありますかということですので、まあ、これだけ答えたいと思いますが、こんな大きな問題にわずか1分で答えるのは非常に難しいんですけれど、でも聖書の言葉は、愛は何と書かれているかというと、愛は寛容でありと書かれていますよね。寛容というのは広いという意味です。ですから愛とは、まあ広くされた状態ですね。ですから僕たちがこの愛を持つためには何が大事か、心が広くされることが大事。狭い人を愛することができない。ですから神様、どうぞ私の心を広くしてください。それが愛なんだと思いますね。言い換えればゆとりがとても大事です。で、ゆとりがないとですね、お母さんだって子供をとても愛して育てたいと思うけども、お母さん自身がゆとりがなくなって追い込まれていくとピリピリしてきますね。それが子供たちに跳ね返っていきます。ですから愛を実践するためには自分自らがゆとりを持たなければならない。自分の心を広げていただかなければならない。じゃあどうやって広げるのか。一番広い方から広げていただく。神様が非常に広い方なんです。ですから、神様を見ることです。あるいは自然は大きいですね。ですから、自然界を見ることです。山を見ること、空を見ること、まあ、そういったことを通して自分の心を広げていただくということですね。で、広くなければ、人を受け入れることはできない。で、僕たちは自分の心のサイズ、の分しか人を受け入れることはできないんですよ。ですから小さければ一人しか受け入れられない。で、もっと広ければ二人、あるいは広ければ神様なんと非常に広い方ですから万人を受け入れることができます。ですから僕たちがですね、こういうような愛を持つためには、神様どうぞ私の心を広げてください。で、神様の愛で私の心を満たして広げてくださいですね。まあ、そういうふうに、まあ、僕たち自身が神様によって受け入れられるという体験をたくさん持つことです。だから多く許された人は、これまた多く
ですね、許すことができます。ですから大事なことは神様から限りなく許されることだと思います。で、僕は放蕩息子はですね、無条件で父親から許されましたね。たくさん許されました。おそらく彼のその後はですね、父が自分を許してくれたように人を許そうというような、もうそういう感情でいっぱいになったに違いないというふうに思うんですね。ですからそういう意味で心を広くされるということがすごく大事なことだというふうに思います。あとの1番と2番は次の機会にお答えしたいと思います。よろしいですか。じゃあ今日の朝の第1回目は10時10分までですから、ちょうど時間だと思います。終わりたいと思います。じゃああと残るは最後の授業ですね。はい、じゃあそれまでしばらくお休みください。